海方の北に伸びる運河と南に伸びる運河、はい、それ最強で最強どっちが北え最強が北です。オッケー、ガンザンやっためっちゃやったやつ誰が何のために黄河から北に運河を伸ばした、その名称は煬帝が高句麗遠征のために黄河から北に英才教を通した。じゃあ四つ家北宋の中央集権化の施策、文治主義、節度支配し、電子導入、科挙、あ、枢密院。文治主義はちょっと抽象的なんで、それ具体化したもの何かない？文治主義を具体化したものですけど、わかりません。まず、3つ言ったじゃん、今もう一回3つ言ってみ。まず、節度支配し、電子導入、はい、金軍、はい、もう一個はで、文治主義。ね、忘れちゃったね。え、節度支配しと電子と何て言った？え、節度支配しと電子ともう一個は？あ、僕ですか？うん、え、何て言った？いいよ。節度支配し、科挙を配し、科挙を配し、電子開始、金軍置いて、枢密院もさらに置いて、うん、ちょっと待って。なんだよね。何を抜けた？電子でしょ？うん。金軍でしょ？多いのせい。多いのせい廃止でしょ？オッケーオッケー。いっぱいあるじゃん。オッケー。